こんにちは。誰もがモテ男だと認定する男性は、女性にモテる要素の特徴があります。自分なんか足元にも及ばないと思っている男性は諦めてはいけません。本人は気づいていないところで、実は人気があることもあるって知っていましたか？女性が好きになるのは、外見がいいことやスター性のある人間だけではありません。最終的に女性が好きだと思うポイントというのは、性格であることが多いです。もちろん見た目も大事ですが、それはイケメンだからということではありません。女性のハートを揺らす隠れ人気男性の特徴を、この動画を見て一緒に勉強してみましょう。 1. 陰キャラだけど魅力的。オタクっぽい印象で、どちらかというと陰キャラな男性は人気がないと思っていませんか？陰キャラに見える男性でも、蓋を開けたら魅力的だった場合、女性のハートをくすぐることがあるんです。なんか地味で暗い印象を与えている陰キャラですが、根っからの陰気な性格でない場合もあります。女性関係がある様子もなく、周りの友人も陰キャラの男性だと女性はスルーしてしまいがちです。しかし、清潔感があって見た目は悪くない陰キャラの男性の中には、実は女性関係が豊富な人もいるんです。このタイプは、子供の頃から学生にかけてモテていた時代があり、女性から言い寄られることに慣れています。しかし、大人になり陰キャラ路線に行ってしまったため、目立ってモテることがなくなったというケース。モテていたという経歴があるため、何らかの女性を引きつける魅力を備えているので、接してみると好きになってしまう女性が後を絶たないということもあるんです。 2. いいギャップがある。いいギャップがある人というのは魅力的です。マイナスな部分や何の変哲もないイメージから、いいギャップが見えると人は興味を持つことになります。例えば、真面目で面白くないと思っていた男性が、実はアウトドア好きなアクティブな人だったなどです。全く眼中になかった男性のいいギャップが見えた時、気になるようになります。チャラくていい加減な人だと思っていたら、すごい真面目な人だったなど、ギャップといってもいいギャップであることがポイントです。人の意外な部分を知ると、人はそこに興味を持ち、もっと知りたいと思います。真面目でつまらないと思っていた男性がアクティブだった場合は、一緒にアウトドアに出かけたいと思うようになります。ギャップがある男性は、モテ男になれるチャンスが。イケメンでなくても、男性の意外性に惚れてしまう女性もいます。だからといって、間違った意外性を無理に作ることはやめましょう。3. 何かに打ち込んでいる。スポーツや仕事などに打ち込んでいる男性は、恋愛よりも打ち込んでいる対象に集中しているため、女性から人気があることに気づいていない場合もあります。一生懸命何かに取り組んでいる姿というのは、とても素敵に映るものです。恋愛に興味がないわけではありませんが、それ以上に夢中になるものがあるため、女性からの人気に気づけないということに。周りも何かに打ち込んでいる男性に対して、恋愛にあまり興味がないと思っていることから、特に気にしていない場合が多いです。例えば、スポーツ選手に憧れるような羨望の思いと似たような気持ちです。真面目に一生懸命取り組む姿というのは、かっこいいだけでなく、情熱を感じられるので尊敬できるポイントがあります。何かに打ち込んでいる男性は明らかにモテると思うでしょうが、女性が簡単に近づきにくいこともあって、実際は人気があることに気づけないんです。女性も心の中で思いを秘めていながらも、なかなかアプローチできないということもあります。そのため、人気があっても本人は気づかないことも多いんです。 4. 地味だけど人間味にあふれている。あまりパッとしない印象の男性でも、性格が良く人間味にあふれている男性は人気があります。ドラマや映画などで地味な脇役なのにいい味出している男性が、女性から告白されるというシーンありますよね。まさにそんなポジションの男性です。地味な見た目だったり、特に特徴がない男性だったりしても、性格がいい人というのは女性が惚れてしまう要素があります。女性の男友達の中に必ずいそうなタイプで、何かあれば相談されたり頼られたりするようなタイプです。でも、こういうタイプはいい人止まりなんじゃないかと思う人もいますよね。確かに、ただ女性に利用されてしまうだけでは、そこから発展することは難しいです。女性が頼ってきたら、一生懸命アドバイスをしたり、親身になってくれたり、真剣に向き合ってくれる男性には心を奪われることもあるんです。
普段はあまり自己主張するようなタイプじゃないのに、いざという時に頼りになる温かいハートを持っていたら好きになることも。見た目が地味でも人間味あふれる優しさを持つ男性は女性に人気があります。5、考え方がユニークで賢い。一緒にいて楽しい時間を過ごせることは女性にとって好きになる十分な理由です。価値観というのは人それぞれなので絶対的なものはありませんが、人と少し違った視点の考え方を持つユニークな男性は女性の興味を引きます。男性に比べて女性は新しいことを受け入れやすい傾向があるんです。自分の考えや意見に固執しやすい男性と比べて、女性は新しい意見をどんどん取り入れていくことができます。そのため今までにないような考え方をするユニークな男性に出会うと、興味を示してもっと知りたいと思うようになるんです。このタイプはじっくり話してみないとわからないため、見た目だけでは判断できないことから人気があるかどうかはわかりません。そしてユニークな考え方を持っていることから、自分に対する評価も様々であることも知っています。人によってはあの人は変わっていると評価されますし、とてもユニークで面白いやつだと評価されることもあります。一見普通の見た目でも話してみたらすごく魅力的だったという印象を持つ女性も多く、密かにモテていることも。特に賢い女性や同じようにユニークな考え方を持つような女性から好まれることが多いです。外見が良くても知性がない男性との付き合いは飽きたと感じているような女性は、ユニークな考え方を持つスマートな男性に惹かれやすいと言えます。6、平凡だけどとても優しく堅実。どこにでもいるような見た目で特徴を示すポイントが見つからない男性でも、優しさがあれば惹かれます。若い頃はイケメンな男性に惹かれやすいかもしれませんが、社会人となれば結婚を意識するようになっていきます。中にはスリルや情熱を求めてトラブルがありそうな男性を選ぶ女性もいますが、多くの女性は性格を重要視するようになるんです。その中でも優しさや堅実さというのは、将来結婚を考えた時に必要な要素です。誠実で堅実に働いてくれて、優しく家族を守ってくれるような人を女性は求めます。イケてる外見の男性は確かに素敵ですが、浮気の心配も考えられますよね。そのため外見についてはさほどこだわらなくなり、平凡な男性くらいがちょうどいいと思うようになるんです。学生時代は日の目を見なかった平凡な男性でも、社会に出れば逆転していくこともあります。自分は平凡だから女性は相手にしてくれないなどと諦めずに、自分の長所を武器にして女性との出会いを期待しましょう。7、意志が弱い流されやすい男性。モテる男性は自分の意志がある人というのは事実です。しかしその反面、意志が弱くて流されやすい人というのもある一定層に人気があります。女性の中には自分が思うように付き合いたいと思っている人もいます。男性の中にもいつも女性から言い寄られて付き合うという人いませんか？自分から告白せずに女性から告白されるというのは人気ということ。ただしこの場合のポイントは、言い寄ってくれた人を好きになれる才能があるということ。自分が好きになった人から告白されるのではなく、好きになってくれた人を受け入れるわけです。意志が弱く流されやすい男性は優しいという特徴があります。女性の話をよく聞いてくれる男性に多く、アドバイスなどはあまりしませんが、女性が心地よく話せる相手となるので好きになってしまうことがあるんです。自分の意思がなくて流されてしまう男性なんてと女性に思われそうですが、実際にその男性と過ごすと好きになってしまったというケースもあります。あんまりモテないと思われそうなタイプですが、実は付き合う女性が途切れないという男性もいるんです。よく言えば柔軟性があるのですが、少しは選ばないと厄介な女性に当たってしまうので注意しましょう。いかがでしたでしょうか？気づいていないだけで、実は女性に人気がある男性は意外なものもありますが、誰にでもありそうな特徴もありましたね。女性はイケメンが好きだという固定概念は捨てて、内面や行動などを磨いてみると良いでしょう。ちょっとしたギャップや行動だけでも女性の心をつかむことができるかもしれません。モテないなどと諦めずに、周りを見て密かにモテる男性になるための努力をしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。
動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。